はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もね、バイオハザード4やっていきましょう。前回はね、古城をなんとかね、ぶち破ってね、孤島に今回やっていきました。あ、見える。あ、見える。見せて。そこまで行くならもう見せたらいいのにね。多分今、レオン見ました。はい。で、今回は、島にね、一人流れ着きまして、そう。誰かさんのせいで一人島に流れ着きたというところで、で、まあちょっとアシュリーを救出しつつね、島を散策していこうかなというふうに思います。いやー、なんか、久々にその、クリアデータじゃないものでやっているんですけど、やっぱなかなか緊張するね。たまに余裕はあるんだけど、なんかその弾をね、どこまで持たせられるかっていう緊張感もあるんで、やっぱ、バイオを1からやるってすごい楽しいよね。うん。ということでね、早速ね、進んでいきましょう。船あるのかな？あ、船ちゃんとあるね。うん。でもあんなガーンってなったらなんかもう浸水してブクブク沈んでいきそうな気もするけどね。そんなもろくはないか、さすがにね。はい。じゃあ、やっていきましょうか。チキ、チキ、チキ。うん。にしてもこれ寒くないのかな、レオンもね。ずーっとこの格好でいるけど。だってもともとあのさ、ちょっと分厚そうなジャケット着てたわけでしょ。でさ、孤島ってさ、もう海に囲まれてるからさ、やっぱ島ってなってくるとちょっと寒くなるじゃん。なのにこれってやってることはやっぱちょっとエロいこと考えすぎて体が燃えたぎってるのかもしんないよね。うん。まあ、今回ヒロイン2人出てきてますからね。どっち撮るって。他も金髪美女撮るけどね。ちょっとエダ姉さん、多分あの手に収められない。ちょっと待って、足貫通してたけど大丈夫？がっつり貫通してたけどね。はい。じゃあ、今回はね、なんかね、ちょっとね、またいただいたんですけど、禁煙の仕方を教えてくださいっていうことなんですけど、禁煙の仕方なんですけど、まあね、例えば DJ 社長さんとかが言ってるんだったら、吸いたい吸いたい吸いたいと思っても吸わんのよって言って、吸わん、ただこれだけみたいなこと言ってるんですけど、あれはまあ、何の根拠もない話になってくるんで、全く意味がないと思います。吸いたいという欲求を抑えて吸わないようにできるんだったら初めから誰も苦労しないと。だからそれはなんか非科学的で単純に意思能力が高いかどうかの話なんですね。で、目標のためならこうする、目的のためならこうするっていうくらい、もう DJ 社長さんの場合はもう非常にその能力が高い方に、意思決定能力とか意思能力が高い方になられるので、皆さんがあれと同じ真似をしようと思っても多分通用しないです。うん。なので、ただ、その、なんだろうな、脳内、ちょっとこいつをね、これでぶちのめしとったんだけど、あれ、全然効かないね、ダメだね。うえれ、じゃあ、ちょっと燃やすか。ダメだね。ほい、OK、燃やす。ほい、燃やす。燃やす。燃やす、もうこう、うん、うん、ちょい、あ、ちょ、痛い。やばい、めっちゃ囲まれてる。あれ、ちょっと待って。ちょっと待って、動かない。あれ、なんで、ちょっと待って、動く、ちょっと待って。えあらー、ちょっとこれは不慮の事故に遭いましたね。なんか全然、キーボードも、なんだっけ、マウスも動いてくれなかった。くそ。はい。ことわんです。はい。ということでね、結局ね、人間ってね、快楽に走るんすよ。じゃあ仕事をするのと寝るのとだったらどっちがいいってなったら、やっぱ寝る方がいいんですよ。で、遊ぶのと、なんか勉強するのとだったらどっちがいいってなったら、やっぱ勉強する方なんですよ、痛い。うん。ね。っていうことを考えると、うん。っていうことをね、考えるとね、やっぱり、なんて言ったらいいだろうな。違う、やばい。あ、あれ、こいつでこんなに苦労するとは思ってなかった。あは、そう。で、要は、タバコを吸うことが、他の何をするよりも、快楽を覚える行為になってしまっているから、ダメなんですよね。ベトナム戦争なんかで、痛みを和らげるためにアメリカ兵がタイマーを使ってたっていう話って結構有名だったりするんですよ。で、そのタイマーを使ってしまうと、やっぱりその中毒性の高いものになるので、そのタイマーがないともう生きていけないみたいな、その、まあ、要は麻薬中毒になって常習犯になっちゃうっていう、そういう話なんですよね。ぜえな、こいつは。そう、ほんま。
たまるよ。ほら、はい、終わり。そう。で、その麻薬中毒に遭うと。ところが、その麻薬中毒から脱出することができた人と、脱出できなかった人っていう2パターンがいたんですよ。その差って何だと思います？その差っていうのは、戦争ってめちゃくちゃ辛いわけなんですよ。そら、ね、3月からね、ロシア、ウクライナの侵攻とかっていうのをやってますけど、で、その痛みを和らげるためにその大麻使いました。で、大麻って中毒性があるから大麻中毒になっちゃいます。で、じゃあその中毒っていうのは、その大麻を使うことがすごい快楽になっていて、で、それ以上の快楽を戦争後にも、他に、まあ、用意というか、持ってこれなかった人たちっていうのが残念ながらずっと大麻中毒になってしまったっていう話なんですよね。じゃあそこから抜け出すことができた人たちっていうのはどういう傾向があったかっていうと、家族と過ごした人たちだったりするんですよね。家族と過ごすっていうのは、要するに大麻を吸うこととか、タバコを吸うこととか、まあ要は他の中毒性のあること以上に快楽を覚えることができる行為になるので、まあ、そこに幸せを覚えることができた人たちっていうのが、まあ無事に麻薬中毒から、大麻中毒から逃れることができるようになったという、そういうお話なんですよね。だからタバコをなかなか吸うことがやめられませんっていう人は、そのなんか薬用のパッチとかっていうのはあるんですよ。実際薬用のパッチっていうのはあるんだけど、そのパッチを貼ってお金かけてやるというよりは、そのタバコを吸うことも忘れて、それ以上になんか没頭できるものを見つけたりとか、幸せを与えてくれる誰かと出会うとかっていう風に持っていくと、もうお金とかね、まあ、時間はかかるかもしれないけど、お金をかけずに、で、しかも苦痛に感じずに、自然とタバコをやめることができるという話です。だから本来であれば DJ 社長さんって、そのね、世界一の DJ になるんやっていう話をしてて、そこにその周りの人たち、フォイとかね、銀太とか脇とかも、脇とかタバコ吸ってないのか、銀太とかフォイは吸ってるのかな、っていう人たちが、そこに全力を尽くすっていうことができていれば、タバコ吸う余裕なんかないんですよ。タバコを吸うこと以上にもっとやらなきゃいけないことがあるって言って、本来は夢中になっていけるはずなんですけど、タバコを吸ってるってことは、失礼ながら彼らにはまだまだ余力があるっていう見方ができるんですよね。そういう脳の動きから見てみると、実はそういう話なんですよ。だから DJ 社長もタバコを吸う暇なんかないと、なんかゴキブリ食ってる余裕あるのかもしれないけど、ゴキブリは快楽があるから食ってるわけじゃないですけどね。誰が好んで、好き好んでゴキブリなんか食うんやって話ですから、そんなところですね。だからタバコをやめたかったら、タバコを吸うこと以上の快楽を何か見つけてくださいっていうのが結論っていう話ですね。だってさ、子供の頃ってさ、例えばその友達とさ、めちゃめちゃ遊んだりっていたのかよ。子供の頃でさ、鬼ごっことかさ、なんかいろんなさ、友達と遊んだりとか、ゲームしたりとかっていうのさ、なんか一生やっておきたいって思ったじゃん。で、勉強なんかしないでさ、ずっと遊んどきたいって思ってた人たちが多分大半いると思うんですけど、でも大人になったら、例えばじゃあ、飲みに行くとかさ、家族と一緒に過ごすとかってさ、なんかその幸せのあれが変わってると思うんですよね。だって本当にそのゲームとかに中毒性があるのであれば、もう一生ゲームしてるはずなのに、いつの間にかゲームってやらなくなって、大人になってもゲームやってる人いますし、僕がこれゲームやりながら、いや、ゲームやらなくなったよねって言っても、何の説得力もクソもねえわっていう話なんですけど、いや、もうおっしゃる通りなんだけど、違う。別にゲームなんかこれ、僕、いつでもやめられるんでね、やめられるけど、楽しいからやってるっていうだけなんですけど、そんな感じなんですよ。だから人間のね、その楽しいなって思えるポイントっていずれ変わってくるんです。すげえ操作しにくいな、このマウスでやるの。微調整も難しいし、 OK。 だから何かそのタバコに変わるね、酒もですけど、幸せだって思えるものを何か他にね、ご用意していただいておけば、自然とね、やめることができるようになると思いますんで、そこはね、努力しましょうっていうのは全然ないけど、なんか探してみるっていうのは非常にいいんじゃないかなと思いますね。はい。ということで、あともう一つね、トークテーマをもらったんです
けど、あ、そうそう、海外旅行で辛かったことっていう話なんですよね。別に海外旅行ってなんか終始楽しかったから、別にこいつ性格だな、うん、そう、別になんか辛かったこととか何にもないんですよね。あー、めんどくさいことになったね。もういいや。じゃあお金だけ回収して、もうこのままキックします。あー、でもちょっと無視、やっぱり無視、うん、海外旅行でつらかった、まあ、怖かったこととかいくらでもあるけどね。黒人3人に囲まれてお金取られたとかね、うん、あとはあの軍服姿の、あの銃火器を持った兵隊さんが街の中うろうろしてて、何もしてないのになんか俺殺されるんじゃないかって焦燥感に煽られるとかね。辛かったことか。あー、あるよ。あの、肉体的に辛かったことはある。精神的に辛かったっていう経験はないけど、あの、ヨーロッパに一人で旅行に行った時に、なんかその頃から、あの、ヨーロッパとの、あの、各空港と、あとね、関西国際空港、まあ僕大阪に当時住んでたんで、関西国際空港からその、まあヨーロッパに行くって、でそれがなんか行く1ヶ月前からその提携がちょっと終わるみたいな話になって、で徐々にその便が少なくなっていきます。で本来は1日1便だったのが2日に1便になりますって言われたんよ。それもあの予約が11月くらいか10月くらいかに完了してたのに、その出発1ヶ月前になって、でどうしますかって言われて、いやどうしますかもクソもねえだろお前、その元々取ってたあの便で行かせてくれよって言うようにも、もうそれはもうできないっていう話だったんで、じゃあ1日遅らせてくださいって言って、あのドーハ空港、バルセロナ、ドーハで、関空っていう、まあ、そういう経由をしていくんですけど、本来は3時間くらいの3時間か4時間かのトランジット時間だったのが、飛行機の乗り換えねだったのが、あのね、丸々24時間伸びたわけですわ。で24時間伸びたんで、空港でなんか本来はなんかドーハ空港でその6時間以上の滞在時間がある場合はなんか観光に回るバスとかが出てるらしいんですけど、それ僕帰ってから知ったんで、当時知らなかったんですよ。だから知らなかった、まあ自分も悪いんだけど、まあ、残念ながらね、あのそういうことがあったんで、27、8時間くらいずーっと置きっぱなしで、あの、ロケランか、そう、ずーっと置きっぱなしで、空港で、だって寝たら、あの、海外の空港なんで、もうなんか何取られるかも分かんないっていう恐怖心があったんでね、うん、だからもうひたすらね、ずーっとね、あの荷物抱えて起きてたっていうのはありますね。しかもそれもさ、あのまず降りて、本来はそのまま荷物の積み替えがあるんですけど、トランジットの時間が24時間を超えるから、まあ、何時間超えたからって言われたから、ちょっともうスペイン語だったんでちょっと忘れちゃったんですけど、その一旦荷物下ろす、お前に返すから、あの自分で持っといてくれって言われたんですよ、あのバルセロナ空港の時点でね。で荷物下ろすために一旦その検問所出なくちゃいけないんですけど、検問所出ようとした時に、そのいや違う、2段階あったんだ。それ検問所抜けようと思ったタイミングで、まずお前荷物、自分のその預けてる、あの取らなきゃいけない荷物があるから、お前はまず出なきゃいけないと空港、うん、で空港出て荷物預かってて、もう一回チェックインし直してくれみたいなこと言われたんですよね。でその出るのも、そのでも出るためになんかその空港で降りなきゃいけないから、なんか金払わなきゃいけないみたいな、でしかもカード無理だから現金で払えみたいなこと言われて、現金って言って、なんか最初300ドルって言われたんですよ。300ドルなんか手元にあるわけねえじゃんと思って、でなんか最初なんか300って言われたからはってなって、でなんか実際に買うところに行ったら、まあ、実は30ドラーズだったから、あの、まあ、30ドル、え、30と300で全然違いますけどみたいな、30と300で、ね、全然違う。30ドルはね、ギリギリなんとか手元にあったんで、
まあ、それであの抜けることができたんですけど、今度はね空港のバルセロナで買ったお酒が引っかかって、あのチェックが終わった後で買った酒でもアウトなんですかってなったんですよ。でもアウトだったんですよ、うん、だからそこでなんか別室連れてかれて、お前これがダメなのは知ってて買ったのかみたいなことをなんかちょっとよくわからない言葉で、多分あのそのアラビア語かなんかなんでしょうね。であのなんかすごい取り出されてワイン3本没収されて、親父へのお土産かとか思ったんですけど、もうそれは仕方ない、背に腹は変えられない。であのなんだか無事に抜ける出ることができたら、ベルトコンベアのところにあの俺の荷物だけがポツンと一つあったっていうね。あれは肉体的に辛かったですね、うん、あでも精神的にも辛かったかな、その場面に関しては。焦るもん普通に、俺帰れないんじゃないかと思ったもんね、シンプルにね、うん、日本語喋れるスタッフもいないし、日本人も周り見ても全然見当たらないし、28時間こう寝ないで、あのずっとぼーっとね、あのその時はなんかよくわかんない、とりあえずひたすらニュース見てた記憶はあるけど、ね、であの空港チェックインした後に最後なんかあの搭乗口のところで日本語がチラチラ、特に関西弁が聞こえるようになってきて、まあよかった俺生きてるって思った記憶はあるけどね、うん、これはいらないということでね、あのなんかグダグダと喋ってしまいましたが、いやまあもうちょっと本当詳しく喋りたかったんですけど、一旦ここで区切りたいなと思ったんで、まあまた機会があれば次回パート以降でねお話ししていこうかなというふうに思います。はい、ということで、じゃああの隣にね、なんだっけ、タイプライターがあるんで、そこでねシコシコして本パートね終了とさせていただきたいと思います。次回はね、あの孤島内の中、あれなんだ、研究施設になるのかな、研究施設内にね、あのちょっと侵入をしていきたいと思いますので、次回ぜひお楽しみいただけたらというふうに思います。ということで、また例のごとくね、あのチャンネル、汚ねえトランクケースだな、まあなんとかします、まあいずれ消費されるでしょう。はい、ということでね、ぜひチャンネル登録ボタンとグッドボタンも押していただけると嬉しいです。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。